いやすっかり、はい、紅葉が、はい、どうよ紅葉がどうよ。いや街は鮮やかに色づいてきてる気がしますけどね。ね、はい、気がしますか。気が見てない。いや最近なんでしょう、ちょっと下ばっかり向いてるのか、まあ、木々を見てないですか。なんだそれあでも落ち葉を見て、うん、あそういえばなんかどんぐりだとか、あ、はい、銀杏踏んで、あ、くせえなとかいやいやそんな、 なんか僕にそれ押し付けないであれ銀杏ってさ、あの、はい、時々踏むだけどさ、はい、すごいショックじゃない。あ確かに。いや僕も銀杏を踏んだことがないわけじゃないんですけど、うん、結構ショックですよね。あれね、うちの近くの公園によく落ちてんだよ、はいはいはい、銀杏が、はいはいはい、でなんかこうちょっと油断して歩いてると、はい、1年で3、4回踏むかな。あいや僕もすげえショック。そうですよね、あの辺りに立ち込める銀杏の香りですよね。買ったばっかりのおニューのシューズだったりしたんですね、うん、そうそう結構食べるとあんな美味しいのにね。そうですよね、食べるとあんなに美味しいのに。うもう食べた今年。あのおかげさまで。なかなかいいですよね、あれ食べるとね、はい、秋になったなってなりました、うん、はい、寂しくなりますよね。寂しくなりますね、はい、今年ってさなんかはい、あれじゃない、色が鮮やかじゃない。そうですね、やっぱりこうなんかね寒暖の差が激しかったら、はい、鮮やかになるらしいよ。あそれなんかニュースで見たんですけど、全国的になんか今年は紅葉がすごく綺麗に、うん、入るらしくて、ちょっと紅葉見られるうちにしっかりと見ときましょう、はい、そうですね、はい、はい、本当に寂しい季節になりました寂しいになっちゃうんですね結局、うん、ということで、はい、ぼちぼちやりましょうかね。はい、はい、じゃあ行きましょう。せーの、ラジオ夏目友人帳あやかしの章。ようこそ夏目友人帳あやかしの章へ。にゃんこ先生そしてまだら役の井上和彦です。ようこそ夏目友人帳あやかしの章へ。田沼かなめ役の堀江一馬です。はい、新作アニメーション石おこしのあの三つ実。三つ実かわいいんだ。可愛いですね。もうね、はい、あの原作読んでても可愛いなと思ってたんだけど、はい、もうスタジオでね一緒に収録させていただいたんですが、そうですね、もうね本当可愛い、はい、うん、ということでその今回は、はい、石おこしで三つ実の声を担当する金本久子さんが遊びに来てくれます。夏目友人帳の印象などいろいろお伺いねしていきたいと思いますので、はい、この後の登場をお楽しみにください。はい、それではラジオ夏目友人帳あやかしのショー、始まり始まり。この番組は夏目友人帳制作委員会の提供でお届けします。ラジオ夏目友人帳あやかしのショー。改めまして井上和彦です。改めまして堀江一馬です。そしてはい、皆さんこんにちは、三つ実役の金本久子です。およろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いしておりましたよ。お願いします。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございますね、今回のゲストは石おこしに登場するあやかし三つ実役の金本久子さんです、はい、ということでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。金本さんは夏目友人帳への参加は初めてということで。そうなんですよ、今回初めて、しかもあやかし役で参加させていただけて。どんなイメージありました。あの夏目に対して、夏目はなんていうかすごい癒されます、いつも。あちょっとこう温泉に入ったような気分にさせてくれて、見た後に、はい、よかった見れた、明日も頑張ろうみたいな感じにさせてくれる癒しの、はい、何本かはご覧になって。あ見ました。あの夏目の多分最初に、うん、あのやってたのが2008年で、まだ私が声優になる前で、はい、ちょうど東京に上京してきたぐらいの時にやってて、はい、
それでなんか見たらちょっと実家帰りたいなって思ったりするくらい、ね、実家岡山でしたっけ。あ、そうなんです、ね、岡山です。あの夏目のちょっと森とか田んぼの感じが少し懐かしいなと思ったりして。自然がねいっぱいあるところですもんね。そうなんですよ。そんななんか仕事する前からやってた作品にまさかこんな風に関わることができるなんてと思って、あの決まったよって言われた時はもうピーって思いました。ピーって思いました。ちょっと金本さんが声優になる前からやってたんだうちら。すごいですよね。年取るわけだな。年取るわけですよね。長いですね。本当にね、はい、OK、12年目ですからね。そうですよね。12年か。すごいですね。すごいですよね。そうか、だから声優になる前からやってた番組に出るっていう不思議な体験だよね、はい、本当にもう夢のような体験ですね。なかなかないというか。じゃあ嬉しいですね。声優になる前から見てて知っててくださったって。そうなんですよ。だから若干現場行った時とか、にゃんこ先生だ、初めだってちょっとね思っちゃいました。あんまりよろしくないんですけど、なんか新人の時はそういう現場いっぱいあったんですけど、10年目なんですけど、10年目にしてはっって言ってるので、ちょっと息を飲んでしまいました。もうね、はい、10年目っていうともうベテランの域に入って。いやー、そんなことないです。そっか、10年。あ、でも10年はい、10年経ちました、デビューして、ね、やっとこさ。もうだいぶあれでしょう、なんか、はい、慣れてきたって言ったら変だけど、はい、なんかこの業界のね、なんか酸いも甘いもねしょっぱいのもいろいろなことを感じて、いろいろありますね、ね、はい、でもまだまだですね、なんかまだめっちゃ緊張します。あ、そう、はい、夏目の時もすごい緊張してました。カズマ10年目ぐらいの時ってどうだろう。10年目ですか、はい、いやまだアルバイトしてたんじゃないですかね僕は。あ、そう、そんぐらい結構全然僕ダメダメでした。いろいろ、あとあれです、すごい舞台やったりとか、うん、映画やったりとか、当時は歌ったり踊ったりの世代じゃなかったんで、うん、なんか芝居磨くためになんとか早くこの仕事で一本食べられるようにって。もう声の仕事はやってた。声の仕事やってたんですけど、うん、あの金本さんみたいに飲み込みが良くなく、いやいやいや、ぐず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 といろいろやってですね、うん、夏目友人帳ぐらいからじゃないですかね、ようやくなんかお仕事が増え始めたというのは。はい、大変だねっていうことになっちゃいますよね。僕10年目って何やったかな。10年目ってそう、レイズナーとか、ダグラムとか、なんかあの辺じゃないかな。ダグラム、そう、僕幼稚園ですよ、ダグラム。すごい、大ベテランですね。いや、そうなんですよ。本当に話していいのか分からなかったんですけど、はい、僕も和彦さんをお会いした時、はい、すごい僕が幼稚園とか小学校の時のヒーローいろいろやってた方だみたいなね。なっちゃいますよね、やっぱなっちゃいますよ、ちょっとね、僕はその気持ちが、そう、はい、野沢雅子さんに会った時そう思った。そうなんですか、うん、あ、鬼太郎だみたいな。そうですよね、悟空だって僕は思ってました。はい、そういうことでお話を戻しますが、はい、ね、三つ見は夏目が森で出会った小さな妖怪ということで、はい、三つ見役として夏目友人帳の世界に触れてみて、はい、あの実際なんか印象が変わったとことか、うん、はい、あの三つ見は結構あの、ま、いい妖怪の方っていうかね、うん、はい、なんですけれども、結構目的のために本当に頑張っていて、そこを夏目にちょっと見つけてもらって、はい、夏目がアシストしてくれるみたいな役なんですけども、はいはい、あの三見としてはすごい夏目くんの優しさにめちゃめちゃ触れることができて、なんか夏目くんってこの世界にとって、妖怪たちからとってすごくあの人間として嫌いって思ってる人もいるんですけども、うん、はいはい、すごい素敵な存在なんだなって改めて思いました。そうですよね、うん、でも意外となんかね、夏目くんも最初、はい、あの積極的に関わろう的な感じではなくそうです ね、夏目っていうかにゃんこ先生はね、常にいやそれも面倒だやめとけみたいなパターン多いですけどね。はい、はい、確かに三つ見は結構ぐいぐいこっちから、ね、あの事情をどん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 勝手に話しちゃって、それでもう助けざるを得ないというか、いますよね、うん、あの全然気にしない例とか言いながら、けなげな役だよね、なんか、うん、まあでも最終的には確かにね、うん、そうですね、すごくこう本当に紳士で、だって起こすだけのために、うん、はい、そうなんですよ、まあ、すごい頑張るじゃん、石起こしっていう、ね、はい、役目を全うするためだけに、ね、はい、もうなんかもうちょっとあの、はい、昨日も神谷君と話したんだけど、はい、これはすげえな、けなげだなっていう話して、なんかあの、ね、人の価値観っていろいろあるけど、はい、あ、全然こう人によってそのなんか
ある人にとっては大したことないことでも、うん、ある人にとってはもうすごい大事なことなんだなっていう、うん、なんかそういうのをこう ね、 あ、そうですね、おじさんは考えましたよ。さあ、なるほど。ちなみにあのこれね、はい、アフレコの方はもう終わったということで、はい、まあ、話せるレベルですけど、はい、どんな感じでアフレコが行われたのか。今回ちょっと、はい、あの人あの限られた人数でやっていった感じなんですけれども、ね、はい、うん、あの緊張しすぎて私ちょっとアフレコのこと、はい、なんかあんまり覚えてない。そうなんですか。そうなんです。なんかもうめっちゃ噛んでたなぐらいしかちょっと自分の中で、あ、はい、もうね、後半から入って。あ、そうなんですよ、はいはい、前半から終わって後半からお邪魔したんですけど、はい、なんか入ってね4人で撮ったんですよ。はい、撮ろう、服が、はい、まず神谷くんと金本さんが同じ服着て、同じ黒で上が白、はい、あ、へ、はい、それで、はい、そう、石おこしが、石おこしじゃない、カンテスさんが、カンテスさんが黒で白で、まあちょっと色のついたシャツ着てたんですけど、はい、僕も黒で、なんか上は違ったな、なんかでも3人が色が同じだったの、合ってました、なんか合わせてきたみたいな。確かに打ち合わせしていったぐらいの、うん、ああチーム感がすごい。そう、なんだろうなと思って、なんか神聖なっていうか新鮮なっていうか、 なんかこう、うん、清い心でスタジオに挑みました感がすごくあった。へー、すごいですね、うん、でも確かにその日は何着ようかなって思った時に、うん、なんか色は嫌だなって思いました。ああ、やっぱり、はい、うん、ちょっとシックなのがいいなって。な、うん、はははは、でまさか皆さん一緒のトーンだとは気づかずその時。そうかね、黒黒でした。へえ、じゃあそれもねきっと、うん、ね、はい、パフォーマンスの息は合ってるんでしょうけど服装まで。そうそう、僕はね、カズマ君と時々服も被るんですよ、はい、そうなんですね。今気はあんまり被ってないけど、被らないですね。それまではもうずっといつも同じ、はい、現場でアフレコとか、ここで、あ、ラジオとかで。そうなんですよ、同じ店ですか。同じ店のもありました。、はい、そうなんですね、はい、こうなんかベスト着てきたらベスト着てくるし、はいはい、色も被るしね。被りますね、センスが似てる。最近なんか違ってきた。最近ちょっと違う、意識して、ね、変えてきた。そうなんですか。無意識に着ちゃうと被っちゃうから。あ、双子校で的な。そうですね、はい、なんか好きなこう、はい、あやかしいました。あ、いました。まあ、にゃんこ先生は一番好きなんでちょっと置いといて、はい、ありがとうございます。永久欠番ですね。そうですね、はい、名取さんの式 の、はい、女性の3人、ヒイラギと笹子と織姫っていうのがいつも護衛みたいについてる3人がいて、はいはいはい、あのキャラクターが結構好きで、はい、女性っぽく、ま、見えててすごいかっこいいですし、はいはいはい、あと妖怪ですけれども人を助けてあげていて、うんうん、あと妖怪とその刺激してる人の関係性みたいなのもたまに見えたりするのがちょっと切ない部分もあったりして、はいはいはい、ああいう人に、人っていうか、ああいう凛とした存在になれたらいいなって、ちょっと憧れがあります。渋いとこついてくるね。渋いですか。結構女性は好きじゃないかなと思ったりもしますけど、うんうんうん、いやでもね、式神の三人衆っていうのは初めてぐらいですね、はい、あ、本当ですか。結構小狐が可愛いとか、うん、可愛いですね、うん、でも僕も一つだけなんですけど、はい、夏目友人帳のスタンプあるじゃないですか、うんうん、で、ヒイラギが承知したっていうスタンプあるんですけど、はい、あれは多用してますね。どこでも承知した、承知した。いい感じの勢いもあって使いやすいですよね。使いやすくて承知した、承知したっていうのはよく使ってます。なんかね、こう ちょっとしたこうなんて見落としがちなキャラクターでも魅力的なキャラクターいっぱいいるからね。そうですね、うん、いや、ヒイラギファンは嬉しいと思いますよ。お、金本さんがついた。あ、いつかご一緒できたら嬉しいです。ということで、そんな金本さんが演じる三つ美が演じるね、
三つみが演じるじゃない金本さんが演じる三つみが大活躍する石おこしと怪しき来訪者、来年1月の上映を楽しみにしている皆さんからたくさんのメールが届いております。はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームカームさんからいただきました。井上さん、堀江さん、金本さん、はじめまして。夏目友人帳新作上映決定おめでとうございます。ありがとうございます。そしてお二人によるラジオ夏目友人帳あやかしのショー配信開始、とっても嬉しいです。楽しみにしてました。夏目友人帳の世界を大切にしてくださるお二人の人柄の良さが聞いていてまったりほっこりできるラジオ大好きですなんか褒められてる気がしないけど、ね、大丈夫かな。褒めてくださってるんですよ。そうですね、はい。ゲストで登場される神谷さんをはじめ、お来るかどうか分かんないけどね夏目友人帳の声優の方々とのやり取り楽しみにしております。ひろし来てくんないかな。いや来ていた、ね、当たり前ですけど。来ていただけたら当たり前だろうって、当たり前だろうって、うん、来てくれるよねきっとね。そうですね、はい、楽しみに待っててください。まあまあでも あれでしょうね、神谷くんのことですから、はい、ラストを飾るためにこう待ってるみたいな。あ、今待ってるんですね。そうそう、期待して早くかっこいいかけてくれよってそんな感じでしたっけ。スタッフさんとしてはね、はい、一番最後に登場させたいっていう、させたい、ね。はあ、途中で出してほしいよね。途中で一番最後じゃなくて途中でちょいちょいこう最後じゃないのかよっていう感じを、まあ、皆さん待ってらっしゃる ね、はいはい、楽しみに待ちたいですね、はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。はい、そして引き続きましてリアさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。井上さん、堀江さん、金本さん、こんにちは。こんにちは。私は夏目友人帳という作品を知ってはいましたが見てはおらず、ん、外出自粛期間中に見て作品の優しく温かい雰囲気の虜になってしまいました。またアニメをやってくれないかなと思っていたところに、うん、劇場にて上映、本当に楽しみです。石おこしの三つ役として金本さんが出演されると聞いたとき、夏目友人帳に金本さんの優しい声はぴったりだなと思いました、うん、質問なのですが、皆さん役が決まったときどんなお気持ちでしたか。これからもお体に気をつけて頑張ってください。応援しています、ということで、役が決まったときの、お二人はこれは金本さん先に聞いた方がいいんじゃないですか。私ですか、うん、ね、あ、そうですね、本当なく伺いましたけど、はいはいはい、僕らはもう忘れてますもうすごい前です。12年も前だよ、だって12年も前これから思い出すのにちょっと時間かかるんで、先に私が喋ってる間に思い出していただいて、はいはい、私でもどんな役かで決まるかはあまり知らされてなくって、うん、夏目にもしかしたら候補で上がってるんで、はい、出られるかもしれませんって事務所の方に言っていただいて、はい、それで三つ見という役で、はい、お願いすることになりましたって言って原作も、うん、読ませていただいて、でアフレコをする前に、はい、キャスト発表がされて、うん、いったんですね、はい、出ていいのかな、うん、なのでなんか先に情報が出ててまだ演じてないから、皆さんがこうやってお便りくれた方みたいに、はい、喜んでくれてるのを見て緊張するけど頑張らなきゃっていう気合がすごい入りましたね決まった時は。なるほど、はい、僕知ってましたよ。あ、本当ですか。収録の前に。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。なんで完成を見るのがちょっとドキドキしております。うん、はい、この三つ目を金本がやるのかと思って、はいはいはい、いやいいなと思って、本当にもうそれだけで嬉しかったです。わあ、こちらこそそう言っていただけて嬉しいです。いや、今日僕前に現場でちょっとすれ違いにお会いするようなことあったんですけど、うん、しっかり今日お声聞いたの初めてで、うん、ぴったりだなと思ってそうですね、はい、お二人はでもそのすごい前って言いましたけど、はい、オーディションとかだったんですか。いや、僕はっきり覚えてることは2つあって、あ、はい、夏目友人帳っていう作品で原作をこう買わなきゃいけないって言った時に、はい、まだちょっと本当にアニメの仕事をし始めたんですけど、原作読まないと何でしょう、分からないじゃないですか話が。でもなんか少女漫画を当時の僕がこう買うのは
非常に敷居が高くて本屋さんで、はいはい、年の離れた妹に、はい、すまんあのお兄ちゃんの名前で領収書を取ってもらってあの怪しい買ってきてくれるかって怪しいドキドキしながら頼んで、はい、こう読んであこういう作品なんだと思って、はい、でオーディションに行った記憶はありますけど、うん、そうだったんですね。そんな感じでだからすごいドキドキしながら、うん、少女漫画俺いつ自分で買いに行けるんだろう、まあ、恥ずかしいな。今なら全然行ける。今なんかもう不思議とおじさんになっちゃうと行けるんですよね。なんでしょうね、あの堀江で領収書くださいって言い声言えるんですけど、あの当時はちょっと恥ずかしくて妹に買いに行ってもらったのはいい思い出ですね。なるほどです僕はあれですよ、もういきなりこう最初ね、はい、CD ドラマを撮るんでっていうので、はい、お仕事いただいたんですけど、はい、その時普通に喋ってくださいって言われて、はい、この可愛いフォルムのにゃんこ先生で普通ですかみたいな、まだらとにゃんこ先生が区別なしでやったんですけど、はい、そ、それでアニメになるっていう時に、はい、あのまあ、オーディションを呼んでいただいて、はいはい、でなんか監督がこれねあのアニメになるんだけどさつってそれはあのなんか前にやってもらったんだとちょっと変じゃない井上くん の, あの思う通りにやってくんないかなみたいになってそうだったんですね、うん、そうですよね、じゃあ好きなようにやらせてくださいってなってにゃんこ先生あのスタイル、はい、で、こんな感じですけどいいですかって、そうだよねって言って監督が、はい、そうだよねっていうのは大森監督、あ、そうです、そうです、大森監督にいいんですね、はい、だいぶ感覚に違いがそんな絞られてたっけな声が渋くアレンジが僕の中では僕の中では、そう、大森監督はみんなにおじいちゃんだよって知らしめようと思ってそうなんですね、はい、そういうキャラですよっていうね、そういうキャラですよっていうことではい、もう一枚、もう一枚、はい、はい、引き続きましてこちら、ユニマルさんからいただきました、はい、ありがとうございます。井上さん、堀江さん、金本さん、こんにちは。こんにちは。先日公式サイトで発表された三つ実のキービジュアルを見ました、うん、すごく可愛くてつぶらな瞳はずっと見ていられそうです。そんな三つ実は神格の妖怪を起こす役目だそうですが、うん、お三方は朝どうやって起きていますか。朝どうやって起きていますか。三つ実と、あ、そっか、そうそうそう、起こす役だからね。そうそう、起こす、今本当のボケだったんですか急にっていう。神格と何か関係があるのかな。あの関係ない、ね、西起こしにあの引っかかってたんですけどね、うん、私は朝が弱いのでおすすめの目覚まし方法があれば教えてほしいですということで、うん、はい、朝得意ですか。いや、私も朝苦手で、うん、目覚まし3つぐらい、携帯と iPad と、はい、あの腕時計3つ、かわいい、すげえ、やって、はい、全部スヌーズで、はい、あの、なりまくってますね。これも iWatch、 そうです、これも電子時計なんですけど、うん、これもあのバイブレーションと音鳴らすようにして、こうやって、あ、見えないか、そうですね、そうです、手がブル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 って、そうなんです、手を触れるようにして起きなきゃっていうのを意識してやってます。すげえ。リクレしないとね、はい、女性は意外と朝苦手な人多いですよね。そうですね、かもしれません。スッと起きるタイプですか。いや、僕も全然なんで、これどうしようと思って。あ、そう、はい、あ、でもあの、何でしょう、やっぱ仕事の前の日は本当起きれないと怖いので、うん、あの早く寝るのもちろんですけど、お酒も控えるようにしたら意外と朝あの大丈夫で、うん、飲んでる、飲んだ、飲んでしまった次の日って、うん、結構厳しくないですか。和彦さんだったら分かっていただけると思うんですけどあんまり起きんの嫌だよね。起きんの、そうですね起きんの嫌なんだけど、はい、僕の場合は起きちゃう。あ、そうなんですか。あの結構あのカーテンを、はい、遮光カーテンにしてるんだけど、はい、でもね、なん遮光カーテンの意味がなくて半分開けてんだよね。だから朝になると結構ね眩しくて、あー、確かに、でも光が入ってくると人間起きちゃう。あ、なるほどなるほど、うん、だから割と前の日遅く寝ても、はい、結構早めに起きちゃう、ね、日が昇ると。なるほど、うん、で日が昇って目覚めて眠いんだけどそのまんまシャワー浴びちゃう、はい。でも確かに、あの朝シャワー浴びるとカッと目を覚めますよね、うん、なるほど。じゃあまとめると、まあ、アラームは30にかけ、前の日お酒は飲まず、はい、そして、ね、
朝の光が入るようにカーテン半分開けとくということで、そうね、まあなんだったら窓から顔を出しておけばいいんじゃないかそれは寝れてないかもしれない今寒いし顔外ですか顔外あやかしと間違えられてるんですよね、ぎょっとなりますね、ぎょっとなりますね、あの外ね歩いてる方がね、はい、ということでね、皆様たくさんのメールね、しっかり起きてください、はいはい、しっかりね、飯村さんありがとうございました、はい、はい、たくさんのメールをありがとうございました、続いては笑顔と美味しさをお届けするコーナーです。金本さんにもお付き合いいただきます。ラジオ夏目友人帳あやかしのショー、にゃんこ先生の今日のおやつは何だろうな。はい、元気なお声ありがとうございます。どういたしまして、疲れた時や落ち込んだ時などは、うん、気分を上げるために甘いお菓子を食べる人は多いはずです、うん、はい、このコーナーでは甘いもの大好きなにゃんこ先生が元気が出るおすすめスイーツを教えてくれます。にゃんこ先生よろしくお願いします。お願いします。はい、わかった。酒も好きだけどなそうですね、お酒大好きですよね、うん、はい、ということでにゃんこ先生に教えを請うお便りがたくさん届いているんですが、うん、任せろ、はい、お便りの前にですね、本日のスイーツラインナップをご紹介させていただきます。羊羹じゃん、そして月餅じゃあれバウムクーヘンじゃたい焼きじゃあそして最後にみたらし団子です。だだってあれなんか どうしました？どれもいいな。どれもいいの。なんかよだれがだーって出そうだな。だーの方のそういうことだ、うん。はい。それではですね。これ一辺に食っていいのか？一辺ではなく、あの、うん、お便りに即した感じで先生お願いいたしますね。わかった。はい。それでは、この中からこれから。ご紹介するお便りの方におすすめのスイーツを選んでいただきますが、それでは早速お便りの方をご紹介させていただきます。こちらシルキーさんからいただきました。シルキーはい、シルキーさんですよ。にゃんこ先生、田沼さん、合わせてカズビーさん、こんにちは。シルキー、カズビーさんと呼ばれるの懐かしい。お二人の楽しいラジオがまた始まり、これから毎月楽しみです。コロナウイルスの影響で在宅勤務が続いています。私は一人暮らしでワンルームに住んでおり、在宅勤務中の気分転換というとお茶を入れるかお手洗いに行くくらいです。そんな在宅勤務中の気分転換に向いたおやつをぜひ教えてください。うん、こう気分転換、休憩時間とかですね、うん、やっぱこう口寂しくなったりとか糖分が欲しくなったりするんじゃないですか、ね、なるほど、はい、何が出るかわからんぞ。わからないです。もう本当にひっくり返してますか先生はい、どれがいいかな。いくぞ。何が出るのかな。じゃーん、だー、お、羊羹。まあ昔からな、はい、羊羹は気分転換にはみんな食べてたもんだ。はい、うん、だからいいんじゃないかいいですね、いいです、はい、甘いからな。甘いから、甘いから糖分が頭の中にこう回ってな、はい、うん、いいぞ、はい、でほらいつまでもこう取っておけるし、あ、ちょっと食べたい時にパッてた、パッパッて、うん、保存も効きますしね。私の知り合いの井上くんがな、はい、自転車に乗る時にな、はい、羊羹持って走るそうだ、はい、そうなんですね。足がつりそうになった時に食べるといいそうだ。おお、それは素晴らしい。なので在宅で足がつりそうになったら羊羹食べてくれはいね、ひりげさん伝わりましたかね、ありがとうございます。では続いてのお便りを、はい、ご紹介お願いいたします。私から、はい、焼肉太郎さんからいただきました。ありがとうございます、はい、焼肉太郎焼肉太郎さん美味しそう。こんにちは、最近定期考査がありました。結果が今までで一番悪い結果でした。今思えば勉強もあまりしっかりしていなかったのでこんな結果になったと思います。机に座ったら勉強する気力がなくなります。なので気合が入るお菓子を教えてほしいです。教えてにゃんこ先生。わかったぞ
つっても弾くだけだけどな。はい、では選んでください、はい、じゃあどれがいいかな。これだ。お、じゃん、だー、ゲッペー。ゲッペーですか。ゲッペーはな、ゲッペーは中国でな、はい、お正月に食べられてたお菓子だですね。これはな、はい、特別な時にしか食べないんだよ。なるほど、うん、今はいつでも食べるけどな。そうですね。そう、はい、で月餅にはいろんなな模様が入ってるんだよ、これ、はい、入ってますね。その月餅はな、はい、あんまりいっぱい食べ過ぎると月餅が出るからな。そうなんですか。だから、はい、まあ1個ぐらいにしとくとちょうどいいかもしれんな。そうですね、1個ぐらいだとやる気が出て勉強ができると思うぞ。なるほど、分かったか。はい、はい、ありがとうございます。ありがたいお言葉を。食べ過ぎには要注意ということでね、うん、食べ過ぎには要注意、要注意ということで、うん、ありがとうございました。はい、ということで、ついでと言っては何なんですけども、ついでとは何だそれ、ついでとは、ついでとは何なんですけど、台本そのまま読んでしまったんですけどもついでと言ってはなんですが、今回ゲストの金本さんにおすすめのスイーツもこの中から選んであげていただきたいんですが、要領はお分かりですよね。はい、はい、はい、すいません。ではじゃあついでに選んでよ。ついでに、はい、ついでに、あの、あ、私が引いていいんですか。そうですね、じゃあ残りの3つの中からどうしましょう、はい、あ、 ありがとうございます。はい、じゃあこれです。これかよ。お、バームクーヘン。バームクーヘンではね、金本さんにね、にゃんこ先生おすすめのこちらのスイーツ、ね、バーム、はい、バームクーヘンでございますよ。バームクーヘン、これだ。はい、はい、これはな、疲れた時に食べたくなるんだよ、はい、うん、よく見るとこの木のな、はい、年輪のように、そうですね、こう何重にも何重にもこう重ねて作って、結構手間かかってんだこれ、うん、ね、こうやってですね、お芝居も年輪を重ねて次第に上達していくっていうことで、どうだ。いいと思います。最後美しかったと思います。いや、すごい。最後は素晴らしかったと思います。確かに井上和彦さんのなんか年輪も感じたような。そうですよね、大ベテランになっても いろんな仕事ありますね、まあ、にゃんこ先生も井上和彦も妖怪みたいなもんだからな。そうは、そうは言ってないですけどもね。はい、ということで、にゃんこ先生ありがとうございました。本日もありがとうございましたね。あの、お便りくださった皆様ありがとうございました。さて、こちらのコーナーではですね、皆さんからのメールを募集しています。やる気を出したい、元気になりたい、こんな時はにゃんこ先生の勝負スイーツに頼ってください。おやつのことなら私に任せなさい。ラジオ夏目友人帳あやかしのショー、田沼の何かあったのか。はい、夏目があやかしを見られることを知っている田沼、変わったことがあればすぐに何かあったのかと気にかけてくれる優しい友人です。そんな田沼役を演じている堀江君に、皆さんのちょっとした悩み相談に乗っていただきたいと思います。はい、早速メールが届いているので紹介いたしましょう。まずはラジオネーム、ヨアさん。ヨアさん。どうしたんですか。ね、どういう意味かなと思う。ヨアさん、ヨアさん、うん、ヨガスじゃないですよ、はい、ヨアさん、お初にメールを送ります。私も悩み事があるので聞いてほしくて、実は私ただいま失業中の身なので、月々の収入がないにもかかわらず通販での買い物が止まりません。お給料が入らなくなったので買い物は控えようと決めたんです。でも好きな漫画はためやめられないし、好きな漫画はやめられないし、好きなアニメの DVD は発売になるし、映画も見たい、極めつけは夏目友人帳の新作上映が決まりましたね。ですね、まあ売り券も発売になっちゃうし、物欲が止められない私、タルマくんどうしたらいいですか。ということで、ヨアスさんからいただきましたね。はい、だいぶなんかキャラが憑依してて
そうですか。ちょっと楽しそうな。そこんなキャラじゃないと思いますきっと。こんなキャラじゃないからですね。はい、じゃあ岩瀬さん女性っぽいですよね。女性っぽいですよね。はい、はい。ちょっともうごめんなさい。デフォルメしちゃいました。いやいやいや、じゃあ要はさ何かあったのかということで、うん、はい、これはですね、いやちょっと給食中の身でね、うん、物欲が止まらないっていうのは、うん、まあ、なんでしょう、ちょっと要はさん あのお家の財務状況のバランスが非常にちょっと悪いんじゃないかと心配をしてしまいましてですね、うん、まあそれでもあのちょっと大変申し訳ないんですけど、まあ、このラジオの意味合いからすると、うん、夏目友人帳の新作アニメーションはね、はい、ぜひ見ていただきたく、はい、まあ、夏目友人帳のよろしければね、あのグッズとかいろいろは夏目に絞って、はい、そうなんですよ、お金を使っていただければその通りです。物欲も抑えられるんじゃないか。夏目友人帳のそうです、もう作品群に物欲は絞っていただき、ね、その他のお金は、まあ、例えばイデコとか、はい、NISA とかまあそういったところに堅実にこう貯めていただけるとすごい現実的ですね。はい、将来設計的にはね財務状況も改善されるんじゃないかな。あ、ならちゃった。それではまとめの言葉をお願いいたします。はい、夏目に集中して貯めて余ったら貯金したらいいんじゃないかなというところでいかがでしょう。なるほど、ね、本当にね、あのなんか銀行でもほら、そうですね、積み立てみたいのもありますしね。積み立てにありますね、はい、なんかちょっとずつ貯めていくのもいいんじゃないですかね。はい、はい、でも夏目友人帳の方にね、あのしっかりお金を投入するため の、はい、あのね、資金繰りって言ったんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。はい、はい、金貯めてくれよですね、ね、はい、では続いて、はい、むっちゃんさんからいただきました。あ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。田沼くん、堀江さん、ご相談があります、うん、はい、私は何でも物事を考えたりするときにいつも自分がこうしたいからではなく相手の立場に立って考え行動してしまいます、うん、最近考えすぎてしんどくなってしまったときに何人か友人から優しすぎるんだよ、もう少しわがままになってみては、自分勝手になったらどうと指摘がありました。しかしそれが難しいのです、うん、どうしても相手の表情、声、行動で空気を読んでしまい自分を優先にしたら嫌われるのかな、機嫌悪くなるかな相手が、と考えてしまいます。どうすれば自分勝手になれるのでしょうか、ということです。お、はい、難しいですね。好きなように生きればいいじゃんまあそうですね、あのむっちゃん、むっちゃんさんいくつ。むっちゃんさん27歳。ああ、27歳ですね、歳、うんうん、もうだいぶいい感じの大人だよね。そうですね、うん、むっちゃんさんもう答えはね、今勝彦さんがおっしゃってくれた通り好きなように生きられればいいんですけど、うん、生きられないむっちゃんさん、まあ、でも人のこと気になるのはしょうがないよね。そうですよ ね、そうでもそればっかり気にしてると余計疲れちゃうよね、はい、そうですよね、うん、まあでもあの考え方の転換でね、なんかその人のことが気になっちゃうってことは、うん、多分こう人が喜んでくれるとか、うん、笑顔になってくれるっていうことがひょっとしたらむっちゃんの生きがいなのかもしれない、おって考えられると、なんか人のこう顔色伺ったりとか人のことが気になってもなんか前向きになれる、そういうタイプの方っています。カズマは何、人の顔色を伺うタイプ。いや人の顔色を伺うんじゃないんですけど、人になんか喜んでもらえたら嬉しいなとか、人が元気になったら嬉しいなって意外と思うタイプで。あ、それは全然違うもんね。あ、違いますか。なんか顔色伺うのと喜んでくれたら嬉しいなっていうのとは。ああ、なるほど、うん、そこに持っていけたら素敵ですね。そうなんですよ、そこにこう消化できたらいいのかな、うんうん、相手の嬉しい部分とか、うん、いいところをどんどん救っていって、はい、そうなんです、あとは気にしない。もうむしろ僕は逆で人の顔色とか分かんなかったり、ね、空気があんまり読めてない方天然みたいに。あ、そうだよ、そうすればいいんじゃない。天然に、うん、自分は天然だって思うようにすれば人の空気は読めないんだって。ああ、人の空気は読めないんだって、うん、なるほど。と俺とかカズマみたいに自由に生きられる、はい、そうですね、うん、ちょっと俺金本さんにはまだ天然とかうっかりとかそういう印象がないっていうことがすごく嬉しくてちょっとえ、いや嬉しいな、まだ金本流のリップサービスだ。そんなことない。そうだよ、そんな
時代が違いますね。そういうことか。顔色を伺わなきゃ。顔色を伺ってる。やばい、そんなことないです。そんなことないです。はい、ではまとめの言葉をお願いいたします。人の空気は読めるものじゃないのかもしれないな。自分に自由になれるといいな。そうだよ。はい、ということでね、はい、むちゃんさんのね、うん、力に慣れてますかね。ということで、とても心配でございますが、はい、はい、自由に生きてくださいね、なんとかね。ね、はい、それでは、田沼君もね、はい、自由に生きてくださいと、はい、いうことで、まとまったということにしてよろしいですか。はい。はい。はい、ということで、こんな感じで、どんなお悩みでもじゃんじゃん相談してください。お待ちしております。田沼役の堀江くんがですね、優しく楽しく解決いたします。はい。何かあったのか。言われちゃった。ラジオ夏目友人帳あやかしの書、そろそろお別れの時間です。ここで夏目友人帳石おこしと林木来訪者の最新情報をお知らせします。夏目友人帳石おこしと林木来訪者は2021年1月16日から劇場にて上映がスタートします。はい、現在上映劇場にて特典付きの劇場前売り券が販売されております。上映劇場や前売り券の詳しい情報は公式サイトをご覧ください。そしてここで初めて発表する情報です。夏目友人帳石おこしと怪しき来訪者の主題歌は沖縄県伊江島出身のシンガーソングライターアンリーさんが担当されます。はい、タイトルは、はい、青春スターウィンク、星に瞬くで青春ですね。こちら2021年1月6日水曜日発売です。はい、そしてなんと主題歌を担当されるアンリーさんからコメントが届いているので、私から紹介させていただきます。はい、青春スターウィンクは私がずっと大事に温めていた楽曲です。夏目友人帳は優しい涙が流れてくるぬくもりあふれる作品です。今回作品の主題歌に選曲していただきとても嬉しいです。目には見えない絆や思い、何気ない風景に重なる大切な思い出、それらが生きてゆく上で大きな力になることを歌詞に載せました。音や言葉一つ一つがストーリーと作品をご覧になる皆様の心に寄り添えたらと願っています。アンリーと、素敵なメッセージを。ありがとうございます。ありがとうございます。早く聞きたい。そうですよね、どんな楽曲か。あ、星がウィンク、星がウィンクですよ、ね、いやすごい、はい、いいですね、いいです ね、 ね、楽しみ。こう夏のこう夜空をこう見上げてると本当に星がチカチカってこうね、はい、瞬く、いや、ね、もうそれ見上げてるだけで優しい気持ちになります。そんな曲なんでしょうか ね、 ね、楽しみですね。はい、アンリーさんがどんな曲で夏目友人帳の世界を彩ってくれるのか、皆さんもどうぞお楽しみに。以上お知らせでした。さて、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。にゃんこり先生の今日のおやつは何だろうな。そして田沼の何かあったのか。どちらもメールをたくさん送ってください。はい、そんな風かな。何かあったのかって今度からちょっと僕も言い直さないと思いますけどね。はい、番組の感想や夏目友人帳への思い、僕たちへのメッセージなどもお待ちしております。はい、メールは番組ページのメールフォームからお願いいたします。さて、今回は石おこしの三つ目役、はい、金本さんに、はい、久子さんにね、届けていただきましたけど、はい、どうでしたか。いや、すごい楽しかったです。あのコーナーも盛りだくさんで、はい、いただいたバームクーヘンはしっかり持って帰りたいと思います。それはリップサービスじゃないんですか。じゃないです、もう帰ったらもうすぐ食べます。ありがとうございます。はい、あと、はい、メールもいただいたりなど、ね、ありがとうございました。私たちもバームクーヘンをね差し上げられて本当に幸せでございます。これあのワンカットのやつですから ね、 そうですね、はい、あんまりこうなんかね、はい、あのお腹いっぱいの時に食べると、はい、このバームクエヘンってなるからね、おー、ちょっとお腹
空いてる時にすいません、はい。いやこれ難しいですね、はい、どういうレシーブして、はい、まあいいや、まあ、早く次、すいません、はい、ということで、ラジオ夏目友人帳あやかしのショー、次回のゲストは一つ目の中級妖怪松山隆さんと牛顔の中級妖怪役の、下崎宏さんが遊びに来てくれます。わあ、豪華ですね。おー、来たね。夏目さん来ました。いやー、これはきっと相当盛り上げてくるんじゃないですか。そうですね。生中級ですよ。はい。もうアフレコの時にもとてもあのムードメーカーで、はい、あちらのあの、はい、アフレコの時にお会いしては、ロビーにいたね。あ、そうですね。ロビーで時間帯は違ったんですけど、ロビーでアドリブの打ち合わせしてました。それは見られました。ちょっとだけあの聞こえてきて、うん、待ってる間にシーンとしてるんですけど、ロビーからすごい声が聞こえてきて、これが打ち合わせか。ロビーで練習すんなよ。なるほどね、はい、ということで、じゃあお二人もね、あのちょっと楽しみですね、はい、ね、次回配信は番組ホームページやアニメの公式ツイッターなどでお知らせいたします。ぜひ皆さん聞いてくださいね。それではこの辺で、お相手はにゃんこ先生、まだら役井上和子と、田沼かなめ役堀江一馬と、三つみ役金本久子でした。バイバーイ、またな。この番組は夏目友人帳制作委員会の提供でお届けしました。